です。みんな龍角さんお願いしますぜひ。じゃ、じいさんありがとうございます。熱烈なレスポンスありがとうございます。じゃ、じいちゃん泣きキス、きつねキス、冗談泣きキス、じゃ泣きキス、めさん泣きキス、信じてレッスン、ガムさん泣きキス、まさん泣きキス、じゃ。シサナギキス、ダチョウサナキス、ハイサナギキス、フィスナギキス、ユキズサナギキス、レイサナギキス、カマ、最終枠、ピエンだよ、もう。ピエン、ピエンなんですけど、まあ、1時間楽しい時間をね、やっていきましょう。どうしよう、何しよっかな。まつげとかあげる必要ある？え？可愛くした方がいい。別にいらない。そこで売ってないでしょ。確かにね。いやでもイメージガールだから顔大事かなと思って美女大事かな。すげえさ、すげえ可愛いって。藤井さん難儀キス千秋楽。そうなんですよ。もうやさなキス、やさなキス、パラさなキス、やさなキス。イメージ大事だよね。ちょっとじゃあイメージガールに向けてメイクしていいですか？ねえ、ポイントで負けたら美女では勝てない。いやでもさ、わかんないよ。あ、こんな可愛い子いたんだって、うわ悔しいって思ってもらってるかもしれないじゃん。ちょっとだけ、せっかく今日は1時間もあるので。じゃあまず、まあファンデーションとか、あの何クリームなんていうの、あ、塗ってるんですけど、もう一回塗ります。珍しいでしょ、みちゃんがメイクするなんて、あのメイク配信するなんて。でこもちゃんとね塗りましょう。こんな感じですかね。まあ、私はそんな大した道具も持ってないんですけど。あ、本当にだ、可愛い銃、ありがとうございます。前髪が全然可愛くない。あれ、メイクする時の前髪は効果がいいんですよ。よし、オッケー。可愛い、ありがとうございます。可愛い、可愛い、可愛い、ビジ爆発してるって。可愛い、ありがとう。なんか続けてくれてるんだけどね。可愛い、ありがとうございます。信じました。ファイ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 、ありがとうございます。プリスさん、だるまありがとうございます。あ、なんかわいいかわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。美女勝負って無理じゃない？え、そうなの？だって、VTuber さんのめっちゃかわいいじゃないですか。私もじゃあ、目になんか描けばいいですか？こうやって。こうやって。どういうこと？もう、あなたは絶対勝てないよって。めっちゃさ、めっちゃ可愛いから、めっちゃ可愛かった。目も大きいし、顔もちっちゃいし、あんたじゃ無理だって。いいよ、私だって VTuber さんはそのままの姿が可愛いじゃないですか。で、私はリアルな人間で何ができるかって、加工ができるんですよ。そう、やってやりましょう。どうやってやんだっけな。加工エフェクト、まず顔をシューン、ちょっと髪の毛とかもしっかり出していいですか。顔をねちっちゃくできるんで、輪郭を、まあでもあの自然にね、もう少しいけるかな。不自然、こんぐらい。小顔、これなんだろう、これあんま変わってなくない？ちっちゃくなってる、なってる、うん、あ、なってる。今回ね、目はもう、どう、ちょ、あ、ちょっと違うな。目でか、目はいいんだよ、でかくて何が悪い。あ、いいんじゃない。ちょっとだけちっちゃくしようか。ちっちゃくして、ちょっと滑らかさを増して、くっきり。あ、くっ
きりあくっきりいいじゃん、なんかインスタ映えって感じ。もう少し顔大きくしてもいいか。こんな感じですか。はい、できました。どうも、ビジュアルナンバーワンアフガニキのビジュアルナンバーワン見たこと2回目です。え、なんか何が嫌だって、ちょっと可愛いの嫌じゃない？ちょっと可愛くない？目大きいし顔ちっちゃいし。で、実際とどうしよう、戻せなくなっちゃったやん。戻せないんだけど、いっかこのままで。詐欺って言われたらどうしよう。詐欺だよって言われちゃうかも。仕方ないからちょっとだけ、くっきりをじゃあ小さくしましょうか。フィルターは、フィルターいらないな、ありのま。よし、じゃあ今日はこれでやっていきましょうか。みんながだんだんこれに見慣れてさ、実際のアミタ見た時に、え、目ちっちゃっ、いいですね。これでいきました。ホズテンさん、とうとうありがとうございます。ありがとうございます。かわいいんですよ。悪いですね、インスタ映えしちゃって。めっちゃ髪ありがとうございます。あやさんも髪ありがとう。髪じゃかわいいだ。新さんもかわいい。ふせさん、マッチありがとうございます。遅れてすいません、許す。来てくれただけで、君は私の女神か何か。え、かーちゃん、はい、充電器何欲しい？あ、嘘、あったえ、あった、嘘、え、じゃあ、あの、欲しくないよ、 ありましたよ。何回プッシュしたと思ってエリカちゃんに投げキス、キュッ。ヤカさん、神ありがとうございます。なんかどうしよう、本当に詐欺って言われちゃうかも。でもとりあえずさ、30分とかだけこれでやってみよう。な、わお、虹が飛んでるんだけど、こんな夜中に私の世界には虹がかかってるわって。なんて幸せなんです。虹ありがとう。おゆさん、あみちゃんワンダーランドには虹がかかってんですよ、この時間でも。素晴らしいかなって。みんちゃん、ラブリップありがとう。ゆかさん、神ありがとうございます。ということで、ここまで毎節9分かかってしまいましたが、ただいまリストルームイメージガール争奪戦に参加中でございます。本日はなんとついにね、最終枠ということで、しっかりとスマートフォンに充電器を挿して、ついに最終枠となってしまいました。ありがたいことにここまでね、1位で駆け抜けさせていただいてますが、いただいておりますが、本当に最後まで何が起こるか。そう、今1位なんだけど、でもね、本当に何が起こるのかがわからないのが、私はショールームのこのイベントの、あの、難しいところだと思っていますが、最後まで楽しんでいけたら嬉しいです。そしてあわよくば1位をゲットし、リストルームのイメージガールになって、この世界をぶっ壊すはやばいなぶっ壊すはやばいよ、世界をぶっ壊すはダメだよ。アミちゃんワンダーランドに、まあ、破壊神という新たな、風を吹かせていきたいと思います。よかったらね、皆さん星などありましたら、アミタにちょっと分け与えてくださると嬉しいです。ジュサイさん、ハートありがとう。柏木さん、神ありがとうございます。ケン君さん、神ありがとうございます。ひなちゃん、あとありがとう。絶対ぶち壊そうコールですか、それもしかして。アミタの時のコールだけなんかおかしいんでしょ。なんか、あの、例えば、ちなっちゃんさん、俺の花嫁、ちなっちゃんさん、絶対結婚しような、あいたことニークライムです、絶対ぶち壊そうな不穏。皆さん、神ありがとうございます。やけに物騒。ゆくいとさん、キラキラありがとう。ひなちゃん、ハートありがとうございます。いいね、アフガニキのこのイメージガールを
いただくことができた暁には私はのキャッチフレーズはアブガニキの墓石にします。アブガニキの墓石、会いたことはニークラーミです。どっかロックスター加藤さん、神ゆいちゃん、ありがとうございます。あゆさん、バラありがとうございます。君の心にバーンクラッシュ、アブガニキの破壊神。え、めっちゃいいじゃん。私のこの可愛さであなたの心を壊しちゃうよって。あの壊すって、あのこうなんだろう、いじめ倒すとかじゃなくて、だから心が壊れちゃうぐらい可愛いわみたいな。ねえ、お酒吹き出すのやめて。私そう、今日あの勝負のドリンク持ってきました。これを一杯飲んでみんなで最後まで駆け抜けられたらいいなと思って、勝負の一杯チアドリンクを持ってきました。みーちゃん、神ありがとうございます。みーちゃん、あてっぱい、しなちゃんもありがとうございます。誰もありがとうございます。ただライブでは加工できないんですよね。ダメですか。どのアミタも、どのアミタも同じアミタですよ。ダメですか。なんかでもちょっとやだな、なんか可愛いもんだって今いつもより私自分の顔だからさ、よくわかるよ。なんかちょっと可愛いもん今、目とか大きいし嫌だね。ちょっとあとちょっとしたらときます。でもちょっとちょっと今ちょっと可愛いのでこのままでいさせてください。特に意味はありませんが2つ結びにします。ドゥルドゥルドゥル、アプガってメンバーに破壊王とか破壊、いやそんなことないですよ。ニキに関してはだって王道妹分岐アイドルですから、別に破壊神がいる必要はないんですよね。でも仕方ない、自己紹介ってそういうもんだから、自分己を破壊神だと思うのなら破壊神と名乗る。そして私はこのイメージガールを手に入れて真のね、破壊神としてこの名を轟かせていきたいですよ。あら、かわいい加工を解いた時の破壊力、魔法が解けちゃうその時まで。おくんさん、神ありがとうございます。ということで皆さん、せっかくなので乾杯をしていきましょう。あみちゃん、かわいい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 、いっぱいかわいい、ありがとうございます。いや、ちょっとずつさ、ちょっとずつ解いていこう。ちょっとだけ顔でっかくしますねアハ体験、目もちょっとだけちっちゃくしよう。そう、ちょっとずつ解いていけば大丈夫。ごめん、もうレッドブルーのって笑う。大丈夫、大丈夫だよ。私が代わりにこちらを飲み干しますので、本日のドリンクは、危ない。おお。これ全部入るんじゃん。泡さえ。いけ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 。あ。まあ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 。多少は気のせいでしょ。ということで皆さん。でこぼれてるね。ということで皆さん、両手を空に掲げて、今日という日出会えた感謝の意を込めて、愛の気持ちと明日頑張ろうという気持ちと、皆さんとここに生まれてこれた感謝を込めて乾杯をしましょう。皆さん、乾杯聖書、乾杯。先生、こぼしました。美味しいんだけど、こぼれちゃった。容量的には絶対ぴったりだったんだけどさ、悔しいです。悔しい。
なこと言っていいのか分かんないけどさ、言っていいか。なんかこんなにさバカバカさみんなの前で炭酸飲んでさゲップとか出ないように気をつけないとってちょっと思ってんもうさあのそのゲップに関してはさ人間の心理じゃん。心理ではないなんかこんな一気に飲んでね嫌じゃん生配信で歌ってん時とかでそれあれでしょ切り抜いてあの今後使われるんじゃんニクラミのなんかゲップの瞬間一生面白いじゃん。嫌だよ。はあ。ちょっとこぼれちょっと新人名うま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 ありがとうございます。うま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 ねえめっちゃうまい。ありがとう。本当に美味しい。たちゃんまたありがとうございます。おやだよ。なんか本当になんか怒られそう。そのうち破壊感は出る。やだ。出てきて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 。ハタありがとうございます。ケリプさんに投げキスあげちゃう。ドゥドゥドゥ。しょしょしょ。カズさんハートありがとうございます。ラブなんだよね。みんなのことがラブラブラブなんだよね。ということでまあ気合いのねコーラも飲んだというとこで、てってきてて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 てこんばんありがとうございます。ラブリア、私本日実はねあるところに行ってきたんですよ。今日のアミタは実は自慢すんだ。うん、ほうちゃんの生誕祭にねちょっと見に行かせていただきまして、見に行かせていただきました。語彙力。そう、そこでね一部だったんですよ。私が見に行ったのが昼の部だったのでまだグッズが販売してなかったの。なぜかっていうと今回生誕祭用の素敵な衣装があったので販売しちゃうと、なんだろう、あのネタバレになっちゃうからライブが終わってから販売する予定だったんだけど、私はライブ直前にあの表参道に来て、えチェキとかなんかグッズとかあるんですか、まだ販売してない、まだ販売してない、私今買っても大丈夫ですか誰よりも早くチェキを買ってきましたありがとうございますでも聞いて、1枚しか買ってないしちゃんとお金も払ったから許してください。そう、絶対みんな欲しいと思ったからさランチ期だったから本当はいっぱい買ってあの母ちゃんとかにもおばあちゃんとかにもあげようと思ったんですけど、1枚しか買ってないの、ね、でしょ。私もそう思ったの。絶対売り切れると思ったから買い占めないでしかも自分のお金で買ったから、ちょっとこれは許して。1枚だしね。そう、私本当はもっと買いたかったねえ、言わせて、買いたかったのよ本当はもっと。だからちょっと自慢させて、これはもう許して許して。見して見して、かわいいでしょ。あ、かわいいわ。でしょ、かわいいわ。まあでもあの揺れてない、気のせい、私が揺らして、私がこの世界を振動させてるだけだ。みんな気にしないで。いやでも気にして、あの適度に気にして、あの身の危険を感じたらすぐ逃げるし、あのそういうことよ。ただ今のは私がこの、私がこのあの声とね動きでこの世界の大地を揺らしてただけだから、あのそんなに心配しなくても大丈夫だと信じてる。うん、どうしてもやばかったら今やっぱ配信してるから、みんなで声かけ合って逃げれば大丈夫だから、みんな身の安全を第一に、助け合っていける私たちは最強なんだよねっていうって感じです。今のはどこが揺れたんだろう。そこは出ないね。うん、大丈夫、みんな止まった。私にはね多分止まってる。わかんない、私も多分止まってるね。本当に気をつけてね。地球は神奈川県東部
めっちゃ偏ってんじゃん。もしかしてそんなにみんな揺れてなかった？そんなに揺れてなかった？もしかして。わかんない。でなおかつ今揺れてるって言ってた人たちは神奈川県の東部に。じゃあ神奈川県の方でしょ。神奈川県東部にいる。マグニチュード 4.7。 でもあれかな、なんか出てないからさ。なんで出ないの？なんか出てないからそんな心配ないのかな。結構揺れた。大丈夫かな。大丈夫だと思う。あ、出た。関東地方で地震がありました。うん、いやこれはねちゃんと聞いとくべきよ。あ、栃木南部、東京23区、神奈川県西部、西の部、西部、西部だって。東部じゃないじゃん。惜しいよ。らしいで震度3だったんだって。栃木、東京、神奈川、特にこれ以上は出てないので津波の心配とかはないかな。津波の心配ないかな。ないけど、あの出てないけど大丈夫な気がする。この感じはセーフ。ねえ、みんな安全にしてくださいね。じゃあ今のはミタが揺らしたってことで収拾をつけましょう。みんなに身の危険がなさそうで何より。そして揺らさないでね。ごめんって。ごめんって。袖なんとかして。袖ヒートテック出てる。すごい、私今袖すごくない？なんかこっちないし、こっちなんかこれがあれですか、リバーシブル？違うな、なんか左右対称のやつ。ファッション。新さん、バラとおばんずありがとうございます。配慮のある揺らし方ありがとうございます。やっぱね、テンションが上がってフロアが揺れるというのはまあなきにしもあらずなんで、皆さんあの身を気をつけながら過ごしていきましょう。わー、何かわいい。 I love you、 ありがとう秀丸さん。 I love you、 あなたの心に愛の気持ちをドーンドドーンドドドーン、ババ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 バ。うん、さん、だるまちゃんありがとうございます。若いさん、髪ありがとう。じゃあまあフロアが温まってきたところで、せっかくイベント最後なのでいろいろ歌ったりなんだりして楽しく、そう、楽しんでいきたいと思いますので、なんか歌います。今日はでもなんか絶対歌えるぞっていう歌もあの適度にね歌っていきたいんですよ。ちょっとこういうの本当になんかただのやばいやつで終わるのは嫌なので、ちょっとニキの歌とか歌っちゃおうかな。パーリータイムですよ皆さん。エンダルの、エンダらない、エンダらないね。やっぱ開幕はちょっとねかっこいいところを見せたいので、なんか知ってる歌にしよう。ニキちゃん、ベビーニキカスタムちゃん、はぁ、何がいいかな。楽しいことを。じゃあ私の、わお、何、タオルがめっちゃ回ってんだけど。ありがとうございます、しんちゃん。タオル、ラブ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 、やばいやつだと思ってました。どっから聞いたの？誰から聞いたんですかそれ？どこの誰からそのガセネタを聞いたんですか？思ってたんだから感じたんじゃない？なんでよ。それはちょっと間違ってる。今から私がどれだけ可愛い、まあ可愛いちょっとやめとこう。なんかどれだけ普通のアイドルかというのをね証明していきたいと思います。それでは2期の中からちょっとしっとりとしたこの私の大好きな曲を聴いていただきましょう。それでは聴いてください。テサグリラーベンギュー。君からギョッとしてほしい、もっと本当はちょっとしたいな、ちゅっと
君からキュッとされたらもっと胸がドキュドキュ手探りラビング、うん、いいっすね、しっとりや。時計の針見るつもりで斜め前の君を意識、授業が終わるベルが鳴ったら私を迎えに来てくれる、スワイプ一つで君の気持ちもわかればいいのになんてね、君からキュッとしてほしい、もっと本当はちょっとしたいな、ちょっと君からキュッとさ、胸がドキュドキュ手探りラビング、手探りラビングコールないっすよ、声しっとりした曲なんでコールとかないっすね。ちょっと意地悪なのにいつも同じペースで歩いてくれる、私があくびした時だって君はつられてる、そこが好きよ。あー、いい、このメロディー素晴らしい、この曲にスパイスをもたらすリコーダーのメロディーがね、いいですね、うん、ちょ、コール曲違うんですよ、それ多分なんかと勘違いしてる。お揃いの気持ち抱きしめたままゆっくり大人になろうよ、君をキュッとしたらそっと君からちょっとしてくれたの、胸がキュッと甘くなるよ、爆発しそう手探りな、君からキュッとギュッとしてほしい、もっともっと本当はちょっとちょっとしたいな、ちょっとちょっと君からギュッとギュッとされたらもっと胸がドキュドキュドキュ手探りラビング隣の君をラビング。ありがとうございました。やっぱちょっと可愛い曲歌うの照れちゃいますけど、本当にねすごく素敵な曲ですね、ありがとうございますね。なんかすごいいろいろ投げてくれたりもありがとうございます。まいたん帰りありがとうございます。さあオンパありがとうございます。全さん方向なんだっけ、あのペンライト、黒猫さんのペンライト、黒目さんミラーボールありがとうございます。キラリラリラキラリア音符もしんさんありがとうございます。でもさ、めっちゃペンライトありがとうございます。君の色きらめく、コマ様もありがとう、ペンラキョちゃんありがとう、音符ゆいちゃんちょっとありがとう、ハートもレイさんペンライト、マルちゃんペンライトありがとうございます。コマ様紙ありがとう、紙、おやなんかおかしかったですか、歌詞間違えちゃったかな、いやそんなことないよね、そんなことなかったです、全然何もおかしくなかったはず。ベスイさんペンライありがとうございます。ゆぬまさんも神ありがとう。ゆうちゃん神。あーゆぬまさん神。くるたろうさんミラーボール、なんかもうすごい手とさ口となんかなんか合ってないね。ミラーボールありがとうございます。ねベルスイさんもありがとう。ひでまるさんもミラーボールありがとう。キラキラいっぱいありがとうございます。
ウルスリ様ありがとうございます。キラリアキラリアキラリア嬉しかったですね。神奈川公園だけコールありでどうですか。ダメだよ本当に。この曲しっとりやな曲だからね。みんなは何も聞いてないですよ。みんなは何も聞いてないし、みんながちょっとこのコールをしちゃいそうになっても私はえこんなコールあったんですね、すごいみんな考えてくれてたのかなって MC ですっとぼけますね。えなんかじゃ ありがとうございます。えなんかすごい皆さんのコールがすごい声がすごくて、なんか私たちとかまだコール動画とかも出してなかったんですけど、なんか多分きっとみんなでいろいろ考えて、ね、こうやってやってくれたんだと思うんですよ。やっぱこうやってツアー回っていく中で少しずつ私たちのこのライブの形っていうのをみんなと一緒にこうやって作ることができて本当に嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。MC さんはこれで決定です。って感じですね。アミタリサイタルはまだまだ続きます。他もアミちゃんからダメだよ、私たちの絆そんなもんじゃないでしょ。ダメだよ言ったら。アミちゃんワンダーランドのルールですから、他言無用。ここであった出来事は全て他言無用ですよ。え、絆さんありがとうございます。あと次の曲も何がいいかと思ったんだけど、私はなんかこのイベントで一つ後悔してることがあって、まあ、昨日エンダーイヤーを歌えなかったことなんですよ。じゃあ歌ったんだけど、ラスサビにねエンダーイヤーのめっちゃいいところが入るんだけど、チキってそこ入れなかったの。1回しかないのに、曲の中で1回だけのチャンスだったのに入れなかったのが悔しいので、もう1回やります。やるんだ、やらせてお願い、お願い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 、ピーやれよ。すいませんすいません。よし、ひよってるやついる、リベンジ来た。それは完全に東京リベンジャーズ。エンダルのひよってるやついる、いねえよな。エンダります。それでは聞いてください。エンダーイヤー、なんだっけ、ラブラブなんとかだよね。ね、なんだっけ、ファンタスティックラブ、ワールドニューノーウェイズ、オールウェイズ、オールウェイズラブ、オールウェイズ、オールウェイファンタスティック、オールウェイズ何？オールウェイズラブユー。ラブユー。ウェイズ。あれオールウェイズ、オールウェイ。ウェイズ。ラブユーね。みんなの知ってるエンダーイヤーですよ。名曲。昨日良い音バージョンでやったから今日普通のバージョンでやります。え、なんか違うかな、一緒だよね。悪い、良い音、普通音、普通音ですね。あーやだ、しっとりしてんじゃん。え、昨日と違くない？ If I should stay, I would only make you awake. 昨日と違くない？これ気のせい？ So I go, but I know I think of you every step of the way.
I will always love you. I will always love you. 普通にめっちゃいい曲じゃん。すっごいいい曲じゃん。My darling, you. Best sweet memory that I own. I take you with me all. Best song can't waste, don't waste your way. So goodbye.日聞いてもらってもう I am happy happy が溢れてもう cry 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 don't cry 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 don't cry 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 ありがとうございました。はい、まあまあまあちょっとなんかあの音程とまあちょっといろいろあったけど、まあ、タイミング的にはやっぱなんとか入れたみたいなとこあったので悪くないと思います。そんなに後悔はないです。ありがとうございました。皆さんね応援もありがとうございます。いろいろめっちゃいろいろなんか応援してくれてる。どこから読んだらいいんだろう。ヤギノさんありがとうございます。ラブラブラブラめっちゃラブってるんだけど、ヤギノさんが愛が止まってないよってありがとう。嬉しいや嬉しいや
ちゃちゃん音符ありがとうございます。おゆさんミラーボールありがとう。この輝きのおかげでやっぱねより感情を込めて歌うことができました。ありがとうございます。しんさんは音符ありがとう。ピョンポンさんもミラーボールありがとう。昨日に引き続き来てくださって大感謝祭2023を開催します。出てきてててててててありがとうございます。レッドブル鈴木さんもミラーボールありがとう。嬉しいですね。やっぱこのフロアが温まってるっていうのは皆さんのおかげなんで本当に嬉しいです。結構良かったよねタイミング悪くはなかったと思うんだ。マサさん神ありがとうございます。エンダれました嬉しい。ジュサイさんこれありがとう。シナちゃんグーカグーなってるなってるグーカありがとう。チーカワツキさんもねミラーボールありがとうございます。キラキラと嬉しいでございます。シンさんもありがとう。キムさん、テツキさん、ブルスルさんありがとうございます。竹原さん、ミネちゃんもユイちゃんもありがとう。ブルスルさん、ミラボルもありがとうございます。嬉しい嬉しい水悲しい水。ミキさん、カメラジージーツキさん、うわミラボルめっちゃもらっちゃった。ありがとう。絶対飲んでるね。コーラだしみんなにちゃんとそうやって言われないようにもうねこの見てください。このコーラと言わんばかりのコーラ、まあ、ただのコーラなんですけど私はソフトドリンクですよ。 I am ソフトドリンク。 Eat ソフトドリンク。ギムレットさん神ありがとうございます。みさんも神ありがとうございます。おじさんも神ありがとうございます。みんちゃんかっこいい。めっちゃかっこいいんですけどってかっこいいかっこいい。イケメンすぎて酔いしれちゃう。くっする態度で言葉さえなくて。どうしよう。で私最後はもう歌いたい曲決まってるんですよね。ギフト読みながら新人名もありがとう。いいねってちょっと読みきれんでなかった。ごめん。あめ結構上の方まで来た。てつきてさんもおやさんもありがとう。お母さんもありがとうございます。フォロワー減る嘘でしょ。え私さこの前1500人いったんだけどどうしよう減ってたら泣いちゃうまあいいんですよ。まあね万人受けするっていうのは難しいことだと思うんですけどその中でこんな涙をねちょっとでもこうやって話しかけに来てくれるお友達60人のお友達がいるだけで私はとっても嬉しいです。ありがとう。みんなもわざわざこの夜の時間にさ日曜日でもうささっさとあれだよね今一番いいさ休憩タイムなのにあのすごいこんなうるさいあの睡眠の睡眠妨害を本当にすいません。あの楽しい時間を提供できるようにと心がけて頑張っていきたいと思うのでこれからもよろしくお願いします。月さん神ありがとうございます。 You are amazing. Thank you thank you. 小田小林さんもありがとうございます。レイちゃんもゆいちゃんもゆいちゃんも竹原さんもありがとうございます。レイちゃんもありがとう。レイさんへんもう少しで70人本当に友達100。いや無理だよあなたが否定すんなよってなでもだってあと2日しかないのに私あと2日で友達100人30人増やす方法知らないもんそう、まあ、とりあえずコーラでも飲んで落ち着きましょうよ。ちゃんとしたの歌いたいなあと15分でアミタのイベントが終わってしまうのだが本当に私嫌だ。あのこのこのまま終わるなんて嫌だわ。私のアイドル力というものを見せつけて、あの結局やっぱ最初の入りも大事やけど締めってめっちゃ大事で締めの印象で多分みんなの印象ガラッと変わると思うんですよ。今なんかちょっとそのできてないやつみたいになってるけどそうじゃないんだよね。締めの印象マジで大事だから私はちょっとこのキュートアイドルのね印象をしっかりつけていきたいと思うので次はめちゃくちゃ可愛い曲をお届けしたいと思います。皆さんぜひアプガニキで3番目に可愛いニークラアミのこちらのソングをお聴きください。口紅もしっかり塗ってお届けします。それでは聞いてください。ラビッチュ。
ER 算数ラビチュッチュ、ウニューチーパーラビチュッチュ、 ER 算数ラビチュッチュ、ラビ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 チュッチュ、ブルースウィートリップオーケー、恋なんてぬぬぬなんです、気づいたらっていうかそこ、君のことラビチュッチュ、キルンってもうやばいのマイハート、スパイスなんてポイしちゃいました、深いシュガー沼って不倫、好き好きってドラマより素敵、ちょっぴり気弱な君だけど私の王子、時には強引になってね、お願いお願い、ラビッツラビッツねえねえダーリン、内緒でキス、ラビッツラ、だってだって愛してる、イエイ、世界一の幸せはチュチュチュでできてるの、 ER 算数ラビチュチュ、ラビ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 チュチュ、バキュン狙いすましてフォーユー、可愛くポーズ取って、はいミンク、すごいでしょ、好きって最強、あっちゃとくね、恋は罪深い、独占したいの君の姿勢、許してね王子様、死ぬまで一生一緒にいようね、ねえねえダーリン、内緒でギュッ、もっともっとラブしちゃお、イエイ、二人だけがかかっちゃ魔法、チュッチュッチュがパスワード、嘘じゃありませんからね、チュシュキシュキシュキ超絶シュキシュキ、待てないよ、ドラマより素敵な私の王子、時には強引になってね、ねえ今すぐでもいいんだよ、バーン、ねえねえダーリン、内緒でキス、だってだって愛してる、イエイ、ねえねえダーリン、内緒でギュッ、もっともっとラブしちゃおう、イエイ、可憐な乙女心はチュチュチュでできてるの、わー、君だけの私になりたい、にゃー、うにゅーちーぱーラビチュチュ、 ER 算数ラビチュチュ、ラビ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 チュチュ、好き、ありがとうございました、あと10分あと10分だって、どうしよう、信じよう信じようということで、アプガニキのラビチュ聞いていただきました、ありがとうございます。まあこれでね、どれだけアミタが可愛いアイドルを持ちかっていうのがね、アイドル力を持ちかっていうのきっと皆さんにも伝わったと思うので、まあ終わり良ければ全てよし、アミタはこんなにキュートなアイドルだったよって、このイベントを通してね、あの歴史に名を残すことができたんじゃないかなと思いますね。梅さん、奥野さん、ひろみさんも、しんちゃんミラーボールめっちゃありがとうございます、かわいい、れいさんもありがとう、ね、ありがとう、ちょっと読めてなかったのあったらめっちゃごめんなさい、イベント後なのでちょっと最後に読めてない方もいるかもしれないので、ショールームのお礼メッセージを送っていいかどうか確認してみたいと思います。そう、なんかギフトを投げてくださった方にメッセージを送れる機能がショールームにあってちょっと使っていいですかって聞いてみます。マルタン、これめっちゃすごい可愛いペンライト、ありがとうございます、ペンラペンラめっちゃいっぱいありがとう、ワンさんもありがとう、ちさんもありがとう、さしなちゃんグーありがとう、じゃあベドリとありがとう、みーちゃんもレイさんもありがとうございます、たけるさんもありがとう、みーさんもありがとうございます、
ごめんね、読めてなかった。くだらさんありがとう。しなちゃんお疲れ、ありがとうございます。パチパチパチ、みんなパチパチありがとうございます。うちゃぶさんもありがとうございます。まだ加工でも結構撮ってる気がするけど、目だけでっかいですね。目ちっちゃくして、あ、歯も白い、瞳もキラキラしてる。なくします。こんなもんですかね。いつもの網手に戻りました。えさん、ラブレターありがとう。うん、嬉しい。みちゃんもありさも、奥様ありがとうございます。嬉しい嬉しい。ラストスパートになってきたので、じゃあラストスパートの曲歌いましょうかね。目がでかかった。ちょっとずつね、解いてました。顔もちっちゃくしてた。目ちっちゃ、目ちっちゃいけど、でも関係ないからね。目ちっちゃくても私見えるもの見えますし、まあ、目に見えるものが全てじゃないんでね。そう、目に見えるものが全てじゃないんでね。この小さい目だからこそ大事なものが見えるかもしれない。何を言ってるんだ私は。歌います。こちらですね。やっぱ楽しく配信したいっていうのもあるし、1位取りたいっていうのもあるし、ここね、負けたくない、この気持ちがアミタの心に宿ってるということで、この時間にぴったりなこの曲聴いてください。負けないで。みんなの心にも火を灯したい。この曲を思い下ろして歌います。それだけでございます。あなたから心を込めて負けないで。ふとした瞬間に視線がぶつかる。あなたでいてね、負けないで、もう少し最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて遥かな夢を。負けたくない、負けないで。何が起きたっていつでもめちゃな顔して君は言うの。どうになるさとおどけて見せてるの。恋は私と一緒にシャウトダンス。今もそんなあなたが大好きでいるよ。忘れないで、僕はずっとここにいるから、そう誓ってるんだから。負けないで、もう少しゴールが近づいてる。どんなに離れてても心はそばにいるわ。感じてね、もう少しゴールが近づく。
私ありました。なかったかもしれない。ちょっとなんか節々オリジナル入ってるかもしれない。リナさんありがとう。バラちゃん、花かな、十三さんもいろいろありがとうございます。月さんも黒目さんもおこりさんもありがとうございます。めっちゃミラーボール、みそこしさんもしんちゃんも本庄さんもありがとうございます。感謝感謝ありがとう。ということであっという間にあと3分どうしようっていう感じなんですけども、やっぱ最後はね、締めの曲はやっぱこれだよね。結構私も納得いってる部分があって、この曲でイベント最後の時間過ごしていきたいと思います。時間になったら勝手に切れるらしいんで、切れなかったらブチ切りになったらごめん、多分切れるから大丈夫。そう、勝手に切り離されるから大丈夫なはず。身の危険を感じたらブチ切りになるかも、それはごめんね、多分大丈夫だから。それでは最後の曲、心を込めて聴いてください。私から全ての感謝の気持ちを込めて歌います。皆さんの故郷を思い出して聴いてください。サライ。遠い夢捨てきれずに、ふるさとを捨てた穏やかな春の日差しが揺れる小さな駅、別れより悲しみより憧れは強く、寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち、よう動き始めた気象窓辺をそっと見渡してみるけど、その景色まだ忘れられずに、僕は踏み出せないでいるけど、流れてく景色だけをじっと見つめて、ふるさとのこと考えてるの。きっと明日はいい日になるとそう信じているからね。桜になった日も何度もあったよ。よなりゃ時の流れに負けてしまいそうで、動き始めた
を思い出して笑って笑ってまた僕は明日で歩いてゆくんだ。柔らかな日々の暮らしをなぞりながら生きていく。きっと明日もいいこと起こりますようにそう願っている。まぶた閉じれば浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと。桜吹雪のさらりの空へいつか帰るその時まで夢は捨てない。まぶた閉じれば浮かぶ立ってるのに、あのすごいお礼がおしあの遅れて大変申し訳ございません。あの改めまして、あの真面目にね、あの本当にたくさん応援してくださってありがとうございました。なんか最後の方さ、私ちょっと熱唱してて全然触れられなかったんだけどさ、なんかありえないぐらいのなんか物たちが飛んでてちょっとすごくびっくりしてるんだけど、ちょっとあの読めなかったものあったら本当に申し訳ないけど、あの読める範囲で読ませてください。キズさん、クマタワーありがとうございます。クマタワーもらっちゃったんだけどね。みんちゃん、星ちゃん、きのめさん、めっちゃミラーボールありがとう。これのおかげでここめっちゃ輝いてた。みんちゃん、星ありがとうね。星ちゃんもエスもありがとうございます。ポノさんも、ジュサイさんもありがとうございます。エリカちゃんもミラーボールありがとう。クロタラさん、ポノさんありがとうございます。シンさんもありがとう。シンちゃんもありがとうございます。ウィネさん、ペンライトありがとう。クロメヨさんも、ヨシさんもありがとうございます。梅さんもありがとう。レッチさん、めっちゃタオルありがとうございました。月さんもね、めっちゃミラボールありがとう。本当にすごかった、ここキラキラと、まあ、私の顔とあのこのね輝きがあのミスマッチ、逆だね、あのベリーマッチして最高の空間だったんじゃないかなと。すいません、そんな調子乗りました。すいません。ほじさんありがとうございます。小柳さん、ゆいちゃん、花ありがとう。佐藤さんありがとうね。みんちゃんもこれクマタワーじゃないですか。しかも可愛いクマだしね、本当にありがとうございます。ちょっと本当にお礼が遅くなって、あの本当にみんなごめんなさい。いつまで歌ってんだよってな。ごめん、思ったより尺長くてさ、ごめんね。ちょっとね、れいちゃんもくまちゃんありがとう。くまちゃん、外さんもありがとうございます。こたるさんもね、ブルースリーさんもくまとはもういいんですか。そんなにあみたにくまなんて、真下からくまって言って生きてこっかな。こんなにいただいちゃってな。すみさんもくまとはありがとう。もう明日から私クマになる。クマになっちゃう。ありがとう。月さん、丸太も、ゆうくんもありがとう。めっちゃクマなんだけど、そんなにいただいてたの。あなた、うさぎを否定はできない。もうこの耳短くして明日からクマになる。ありがとう。ブースリーさん、ゆきまさんも、しんさんもありがとうございます。ほじやさん、じゅうさんやさんね、感想ありがとうね。本当にありがとう。レインボースターもありがとうございます。黒太郎さんもありがとうございます。ドラヘムさん、神ありがとう。
ごめん、ちょっといろいろ読ませていただきました。本当にありがとうございました。改めまして、ちょっと結果はどうなるか分かりませんが、これはあれかな、暫定1位って言ってもいいの？まだ分かんないんじゃない？分かんない。いやだー、この結果が、まあね、他のところ分かんないもん。そうだよね、結果が出るまでお待ちくださいではあるんですけど、あの私が見てる画面ではそりゃそうだ、そう、私が見てる画面ではちょっと暫定1位なので、ちょっと1位の気持ちでいさせてください。明日結果が、明日かな、明日だと思うんですけど、結果が出ると思うので、それまではもう少々お待ちくださいという形になります。他のルームでも多分いろいろあったと思うので本当にどうなるか分かんないけど、いやでもこのイベントは私は正直参加するかしないか、まあ、ギリギリまで迷ってたイベントっていうのもあって、まあ、その期間がちょっと重なってしまったりとか、私がその重ねてしまう形になってしまうのもあったり、あとやっぱそのみんなに応援してねいただくのはすごく嬉しいことですが、そう、まあ、この活動をやる上でショールームのイベントもちろん出ていいこともたくさんあると思うけど、出なくてもその出なくても今までさあんま出てなかったから、まあ、出なくてもショールームで配信できるんですよ。だから本当にすごく迷ってたんですけど、やっぱこうやってこんなにみんなに応援してもらえるのは本当に嬉しいし、なんかそれをみんながめちゃくちゃ温かく受け入れてくれたっていうのがすごく嬉しかったので、もう本当にみんなには感謝の気持ちでいっぱいですし、私はこのイベントに出たことによって、まあなんだろう、これがいいのか悪いのか分からないけどなんかアミタのいろんな面をねお届けできたんじゃないかなと思うので、やっぱこの活動を通していく中でなんか一個このイベントに出たことでね、いい踏み出しをできてたらいいなと思うので、改めてね本当にみんなにたくさんの感謝をしたいです。本当にありがとうございました。こんばんは、こんばんは、受験さんですか、もしかして。ニストルームで誘いが確かにそう、私このイベントは1年前に負けてるのでもうさ正直さ、なんか負けたら悔しいしみんなめっちゃ応援してくれんのにさ、負けたら悔しいし、やっぱ本当に参加を迷ってたけど、個人的にはそう、個人的にはすごい参加してよかったっていろんなその人に協力をしてもらっちゃったけど、なんとかやってこれたので、個人的には参加してよかったってすごく思いましたし、みんなにもそう思ってくれてたら嬉しいです。あやさん餅ありがとうございます。みんちゃんに支えてきてみました、よかったです、お疲れ様でしたあの普段結構落ち着いてる時とかも多いですよ。たまたまもしかしたらうるさい時とかあったかもしれないんですけど、特に今日の最後とかそう、結構おしとやかなんで、もしおしとやかな女性が好みだよって思ったらちょっとまた来てみてくださいおしとやかかもしれないから、日によってね。ありがとう。そう、アバター券ゲットできたので、アバターはね何するかちょっと考えます。前はねこのハンマーのアバターにしたんで、どうしよっかな、まあ、良いところではありますが、ありがとうございます。幸せな1週間、本当にね、なんかみんなもさ、こう朝配信私朝めっちゃ苦手でさ、うわ起きれるかなとかつっつってたけどさ、3週してくれる人とかはそれより早く起きてね、なんか捨て干しとかしてくれてたりとか、普通に朝見に来てくれる人もさ、朝からこんなの、あこんなの朝からこんね、これ見てね一日過ごすわけでしょ、なんか本当に感謝しかないです、ね、ありがとうございました。ちょっとね伝えきれてない部分もあるかもしれませんが、今回は
あとはもう結果を待ちましょうということで、最後にね、じゃあ皆さんに一曲お届けしたいと思います。アミタが、まあ、この配信もそうですし、この期間を通して、習得したアミタの My Favorite Song 聴いてください。僕の元へ
ありがとうございました。ねえ、みんなチョコミントに対応してるのめっちゃウケるんだけど。みんなちゃんと対応してくれてんのめっちゃウケる。なんかさ、吹き出しそうになって一回コメント閉じちゃったもん。ブワーって言いそうになっちゃった。ありがとうございます、チョコミント、ナイスチョコミントです。キャラちゃん音符ありがとうございます。音符この機会いっぱい切る。嬉しいです、めっちゃ。ちなみにこのコールはあの本当の曲では入りませんので、アミタオリジナルソングというわけですね。この1週間で育ててきた曲なんで。そんな感じでございます。どうしようかな、なんかもう一曲歌いたくなっちゃったけど。いいんですか、この曲もね結構好きだったんですよね。あのなんていうの、あの1週間さ結構いろんな曲歌ってきたんですよ。なんかその中でまあいろんな曲歌ってきて、あ本当にありがとう。あのもうさ、あの全然あれね、あの本当にあの聞き流す程度でも全然いいし、あの夜のなんかあのなんかなんだろうね、ざちょっとそうそんぐらいに思ってください。なんか音もなんかもうほうほんまちょっと歌います。まあ日本語通じなくともやっぱ歌で通ずる部分ってあると思うので。えこれね私結構好きだったんだよね。めっちゃね、なんかこのメロディーがもう好き。え、昨日の、え、マジで私たち、繋がってるね。変えてあげるから、もう一度僕を信じてついてきない。
よ、僕が幸せにしてあげる。舞い落ちてきた雪の花、窓の外ずっと降り止むことを知らず、僕らの街を染める、誰かのために何かをしたいと思えるのが愛ということを知って、世も君を失ったとしたなら、僕はもう戻れないよ。お茶になって君を照らす笑顔も涙も、濡れてる夜も何でもいいけど、もう一度取り戻したい君との日々。思い出していつもいつでもそばにいるよと誓ったこの日を踏み出して、もう一度君のもと、眺めているこの時に幸せが溢れ出す。甘えとか弱さじゃない、ただ君とずっとこのまま一緒にいたい、素直にそう思える。この雪の花でした。この曲ね、めっちゃ好きだってことにね、この期間で気づいたんだよね。好きなら覚えて。いや違うの、なんかわかる、このなんか切ないイントロから始まってさ、めっちゃ切ない、なんかチャリンから始まってさこのサビの上がりよ、舞い降りてきた雪の花が、雪の花って私なんか雪降ってあのウェーってやってるとこ、雪の花だって、なんだよ、なんだこの歌詞素敵すぎんか、花だよ、眺めてるこの時に幸せが溢れ出すって、ああもう眺めてるだけなのにそんなに幸せなのねって、もうどれだけ相手のことが思ってるかよくわかるじゃないのっていう。ハビットの次にそれ覚えないよ。何ハビット終わったら、うん、それ覚えればいいじゃん。確かにね、これ歌えるようになりたい。次じゃあハビットを覚えつつ雪の花を習得できるように頑張ります。今はねまだね生半可ではありますが、これをいつか完璧に歌えるその日まで、皆さんアミタのこと応援してくれますか。イエーイ。これでね、アミタの歌える曲ちょっとずつ増えてくる。最終的にあのアミタが歌えるようになった曲で、あのカラオケ配信しようよ。すげえこの子いろんな曲知ってんじゃんね。ララちゃん本当ありがとうございますですね。パチパチありがとうございます。これで著作権料取られてる納得。やめて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 、なんか不穏な、やめてやめて、もうめっさのもうとんでもございません本当に。ですね、検討します。ありがとうございます。一番覚えてほしい。あれでも結構歌えるよ。ナバワン一番、誰より一番、気がつけばでしょ。あんたいつもさサビだけなんよ。まさかまさか、たまに君にはドド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 ドンドドドン、ナンバーワン一番、誰より一番。結構歌えると思う。
構有名なんですよ。サビってさ、どの曲もそうだけど、それって最高ってこと？最高ってこと？そう、でもこれをやりすぎてしまうことで何が起こるかっていうと、ただのあのなんていうんですか、本当に申し訳ない気持ち、そういつかで、ね、叩かれるんじゃないかってね、あみたいな思ってるので、そうだから一個ずつね習得してこうと、そうあみたいも思うの、いつかこれ叩かれるんじゃないか思うから、やっぱ一個ずつ覚えてこう、大事だよ。したらアミタの歌える曲も増えるし、これでカラオケ配信ができるし、一石三鳥ぐらいあるんですよ。ってことでまだまだ頑張っていきましょう。見つからない、だって YouTube に上がってんもんあれはね、あれはねちょっとどうかわかんない、大炎上するかもしれないでしょ、それはもうご相談するしかないですね。あれはちょっとあれなんで、結構びっくりな感じで私も撮影をしていただいたんで、こっそりやっていきたいところではございます。しっかりと習得していきましょう。あのあれですよ、あの半分真面目な自分と半分楽しい自分がいる、これに尽きるんですよね。ライブでも何でもそうなんですけど、夢になる前に消してもらうようにしましょう。そうしましょうそうしましょう。程よいところでほとぼりが冷める前に、逆ですねで、アミタが完璧に歌ってるなんかカラオケ動画とかあげると、あーこの子こんな曲を知ってんのね、ほーん、いいじゃないですか。その方々はきっとアミタがどんな思いをしてここまで歌を仕上げてきたかこんなことが、ね、起こった知らないだろうね、感じです。歌える曲いっぱいになれるように頑張っていきたいと思います。ということで、もうね、さそうですね、イベントも終わって、ちょっと皆さんにもいろいろ伝えたいことも伝えられたと思うので、そろそろ終わりにしたいと思います。改めまして、イベント期間応援していただき本当に本当にありがとうございました。大感謝だよね。もう終わり、終わります。改めてそれでは順位の方を読んでいきたいと思います。フィネさん13位、フィネさん12位、キョちゃん、11位、おかえさん、10位、ほうおゆさん9位、ほうじゅさん、1位、きのうさん、7位、きずさん、6位、しんさん、5位、ゆうくん、4位、つきさん、ありがとうございます。そして3位がたらららん、すいさん、ありがとうございます。で2位がトラララン、ブルースリーさん、ありがとうございます。そして1位がトラララン、みーちゃん、ありがとうございます。ということで、改めてたくさんの応援本当にありがとうございました。ちょっとメッセージを読み切れてなかったら本当に申し訳ございません。後でお礼メッセージを送ることができないかと検討をさせて、連絡をさせていただきますので、もしその場合はみんなショールームのギフトね、いただいた方はメール欄とかちょっと確認してみてください。もしかしたらアミタからのメールが届いているかもしれないっていう、そういった感じでございます。ちょっと一人一人に感謝をね伝えられなくて申し訳ないんですけど、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。一応信じて、ということで、あとは結果が出るのを待ちましょう。ということで、今日の配信は終わりにします。皆さん本当にありがとうございました。それでは最後に、自分を信じて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 、ありがとうございました。バイバイキー。